特別賞を受賞しました堀中裕太です。名前を呼ばれた時は本当驚きでいっぱいで夢のような感じだったんですけど、今やっとだんだんと喜びが湧いてきています。アニメや、吹き替え、さまざまなジャンルで、活躍できる、声優になりたいです。見てくださった方々、ありがとうございました。この受賞したことに、調子に乗らず、地道に努力していきたいと思います。ありがとうございました。